ポッター・パーマーはアメリカ合衆国の実業家。シカゴのステートストリートの大部分を開発したことで知られる。ポッター・パーマーは1852年にシカゴのレイクストリートで医療品店、ポッター・パーマーカンパニーを起こした。パーマーは当時の他の店とは異なり、女性の顧客に的を絞る営業を展開した。何も質問しない、返品自由という方針を取り、 顧客が商品を確認するために購入前の商品を持ち帰らせることさえ認め、パーマーの店はシカゴ市民から信頼と支持を集めた。パーマーは当時の他の店よりも大きく目立つように店舗を作り、他店との価格比較などを大きなウィンドウディスプレイで広告する先駆けとなった。百六十五年、健康の悪化を理由に事業からの引退を主治医が勧めた時、 パーマーは、マーシャルフィールドとレビライターを共同経営者に招いた。三人は協力して経営にあたり、店名は、フィールド・パーマー、ライターカンパニーに改められた。この店は、最終的に中西部一の百貨店チェーン、マーシャルフィールドカンパニーへと発展した。1867年、パーマーは共同経営の持ち分を売却して、不動産事業に乗り出し、 1868年には、ステートストリートとワシントンストリートの、パーマーは、ステートストリートに面した土地を取得し、いくつもの建物を建てていった。その一つが、パーマーハウスホテルであった。この建物群は、1871年のシカゴ大火で被災したが、パーマーは、当時、個人向けの融資としては、市場空前の金額であった170万ドルの融資を引き出し、 建物の再建にあたった。さらにパーマーは、当時のシカゴの商業地区の北に広がっていた湿地を埋め立て、今日のレクショアドライブを開いた。パーマーマンション、フォトクローム、1900年。1871年、パーマーは、バーサ・ホノレと結婚した。1874年には、長男、ホノレ、翌百七十五年には、次男ポッター・パーマー二世が生まれた。 この兄弟は二人とも、長じてから、それぞれ子供の一人に、ポッター・パーマー三世と名付けた。1885年、パーマーは、レイクショアドライブに、城のような邸宅、パーマーマンションを建設し、やがて一帯に、ゴールドコーストが形成されるきっかけを作った。それまでは、パーマーが住んでいた、プレーリー・アベニューが、シカゴで、最も魅力的な住所だと考えられていた。 パーマーの墓はシカゴのグレイスランド墓地にある。ありがとうございます。